さあ始まりました。始まりました、はい、俺らいつもと違う場所ですね。いや、レバラくじで行くスタイル。確かにここどこだ。どこですか。ここアッキンチじゃない。どこだろう。アッキンチじゃない。カメラ回します。やめろ言われてる。言われてるリアクションでわかる。いつもと違う場所で撮影してるんですけど、はい、今日は餃子パーティーをしようということで。素晴らしい。何の餃子ですかそれ。北京餃子です。仙台の思い出の味です。思い出の味、はい、プラス同じね、七食品さんの仙台青葉シューマイ。青葉シューマイあります。この間まで案件をいただいてまして。そうなんですよ、ちょうど北京餃子さんからね、はい、案件いただいて、はい、2つとも動画内で紹介させてもらったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこう今回の経緯とか、はい、感想みたいなものを餃子パーティーをしながら、はい、話していけたらなと思います。はい、はい、それでね、この動画は一切お金いただいてない。案件関係なし。関係なく美味しいから食べようっていう。そう、純粋に食べながら話したいよねって言ったんで。そう、北京餃子の方はびっくりすると。ラストも言ってないんで。これなんかロング動画撮っていただけるんですかみたいな感じになるじゃないですか。勝手に、はい、勝手に撮らせていただきます、はい、じゃあまずね、早速、うん、焼いてからいろいろ食べながら話したいからね。はい、もうお腹減ってこないよ。焼いてからブルーのがここにございますから。いいメーカーですね。確かにピンクが好きなんですか。これはあの嫁の趣味です。お嫁いたの。嫁いるだろ。言ってるだろ。嫁いるんだって。ええー、ちょっとファンが悲しんでるかもしれない。ねえ。大勢さんがあっち押しなかったのに、ね、まずじゃあ油を引いてください。もう引いてたけどね。これどうやったらいいの。キッチンペーパーないよ、うちそんなもん。じゃあまんべんなくしたんですけどね。パワープレイ、そんなパワープレイにも程があるじゃん。どんぶらこどんぶらこ。餃子置きながら伸ばしていけばいいんじゃないですか、うん、確かに。餃子1パック何個入ってるんですか。今16個入ってますね。16個。なんかペコペコですから、ね、やばいね。ちょっと腹減りすぎて。今日だってもうね、外でラーメンフェスやってますから。そうですね。お前さ、場所特定されるからやめろって。特定されてもセキュリティが頑丈ですからさ。いきまーす。わー、いい音。いこれ2パックぐらいいけるね、多分。うん、あ、ちょっとあれじゃないですか、油伸ばしながらの方がいいかもしれない。うん、ちょっと危険、危険。あはははは。いや、本当に、本当に熱かった。本当に熱かった、今。もう、買ったばっかなんだけど、これ。ちょっと最悪。ガチない。熱っ熱っ。油が、待って、飛んじゃいません。油がやばい。これ、何が正解。キッチンペーパー離した方がいい。そうだね。よし。なんとか並べた。大変でした。いやもう、汚れるわ、汚れるわ。あ、大丈夫だ。よかった。はい、あとはね、肉肉。はい、ということで、えい、音が変わってきましたんで、オープンザドアー。すごい、水が。あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん。あと、水が蒸発するまで開けながら待ちましょう。はい、蒸発、蒸発、蒸発。なんか手作り感があるよね、北京餃子って。家でさ、こうやって焼いて食べるのが一番うまいんじゃないかなって思ってたわけ。いや、そうなの。普通にお腹鳴ってる。グーグーとる。これ食べれないの。食べれんじゃん。いけるよね。じゃあ食べましょうか、うん、食べよう、ね、醤油、はい、どうぞ。ありがとう。いただきます。いただきます。ここら辺がね、一番焼けてると思うよ。うわ、いけるわ、これ、これ。カメラで見せてない。テクスチャー、テクスチャー。うまそう。いただきます。最高すぎる。うめー。うますぎね、うますぎね。うまふぎです。なにこれ、マジで。これ、カフェじゃなかったらビール行きたかったっすね。あー、買ってくる。案件今までも何個か打診はあったけど、あんまり受けてこなかったじゃん。自分たちが美味しいと思うものじゃないと宣伝しても微妙だよねのがあったと思うんだけど、正直さ、北京餃子ってさ、超絶うまい餃子じゃないじゃん。おい、ぶっちゃけうまいけどね。いや、美味しいんだけど、超特徴があって、うん、バカ売れするよねみたいな餃子じゃないと思うんだよね。それでも受けさせていただいたわけじゃないですか、うん、理由としてはやっぱり俺らめっちゃ食ってたよね、北京餃子って。本当に親しみのある味ですよ、我々にとっても。ソウルフード的な、うん、金なかった学生時代でめちゃくちゃ食えたからね。うん、コーラスの近くだったじゃん、うん、オフィス。結構な頻度で、だいぶ行ったね。飯食いたくなったら、北京餃子行ったみたいな。餃子だけじゃなくてさ、1キロつけ麺とかあったよね。1キロつけ麺、めちゃくちゃボリュームあるつけ麺。なんか焼きそばみたいなのもあったし。あったあったあった。普段ちょうどコーラス自体が休業中。そうなんよ。状況も状況だっていう手紙をまあいただいて、ぜひ協力させてくださいということで。潰れてほしくないよね。うん、一生残っててほしいですね。ね、皆さんもぜひ。店舗もそうだし、買えるしね。自販機でもこれ同じで楽しめるんで、うん、
新店舗の方って行った？まだ行ってない。俺もまだ行ってないんだけどさ、どこにあるんだっけ？アーケードの島抜きビルっていうところの地下1階に入ってる。逆に言うと行きやすくなってる？仙台駅から近くなってる。直接食べに行きたいですね。うん。うん。6本撮影したじゃないですか。うん。本音レビュー系と24時間系、ストリート中華。ストリート中華。どれが一番大変でした？ストリート中華。ストリート中華。なんならアッキーさん自分家結構。おお、なんだ？なんだ？アッキーの家、いい家だったね。うん、ありがとう、うん、アッキーさん家にわざわざ行って中華鍋振るうっていう動画でしたね、うん、とんでもないシュールなよくわかんない映像だったね。あれは伸びるんすか？伸びてほしいな、うん、あの動画を見て一人でも買いたいと思ってくれたら嬉しいですよね、うん、本当にそうなのよ。買ってください。ぶっちゃけ儲かってないらしいのよ。薄利多売というか、うん、まあでもさ、値段安くてあんなに食える良さってめっちゃあると思うんだよね、うん、これはなんか会社の問題だけじゃなくてさ、お客さんが喜ぶじゃん。そういうのが好きでやってんだろうね。若者に特にお腹やっぱり食べてほしいって思いがあるらしいですよね。そうなんだよね、うん、そういうのいいよね。それのおかげで助かった子たちだ、我々。マジで僕ら資本金2万円で会社始めたんですよ。20代の一番食べる時期にお世話になったから、うん、1日北京餃子だけでいいわけ。1食で OK みたいな、うん、まあ俺は昼食ったら夜も食うけどだからこうなる。皆さん北京餃子の罠には気をつけてください。第2弾でーす。第2弾頑張ります。これももう乗せちゃっていい、うん、本当は多分レンジなんですね。そうですね、本当はレンジなんです。まあいいでしょう。強火でーす。じゃあ行きますよ。開け夢の扉。あ、聞いたことある。シューマイ、めっちゃうまそう。はい、というわけで、シューマイからいただきます。そうね、絶対いい感じだこれ。うまそう。いただきます。いただきます。うわうわうわこれうまっ。うまっ。みずみずしい、うん、プリプリプリシュワ。何これ。え、なんかうめぇ。仙台青葉シューマイこんなうまい。めっちゃうまいやん。こういう動画撮ってめちゃくちゃ褒めてるんですけど、追加料金くださいって言って。あ、じゃあ出すのやめん。これ本当にうまいですね。これやべえな。うまいぞこれは。緑だけど野菜感もない、ね。確かに。一応雪菜ペーストされてるんだっけ。雪菜ペーストされてます、ね。うん。これ仙台の伝統野菜雪菜ってことを今回撮影したんですよ。知らなかったもんね。うん、俺も知らない。北京餃子に通ってた頃ってさ、シェアオフィスみたいな感じでさ、ちょっと安く貸してくれてた学生企業だったから。そうだね。で、俺学校に住んでたじゃん。家が福島だったんで、これじゃあ仕事できないっつって。金もないから借りれないし。学校に住んでたら、2週間で守衛さんに追い出されて。でも、あと1週間で出て行きなさいよって1週間猶予くれたの。優しいと思って。で、先生に相談して、お金ないんですたら1万円の家を紹介してもらったの。うん、そんなとこあるって思うよね。平屋で1万円の家、もう何でもいいからもう即契約したわけ。そしたら、ね、言える範囲で言うとまず穴開いてるんですよ家に、うん、だから落ちるんだよね。あと雨漏りすごいからブルーシート敷かないと雨の日寝れないっていう。あとお湯使えないからシャワーが水っていう生活をしてたわけですよ。その時に安くていっぱい食える北京餃子、感謝しかないです。感謝ですね。はい、そんな時間なんですよ。もう人として余裕ないとさ、終わっていくじゃん。学校に住んでる時さ、アッキーなんかすごい熱出さだった。そう、学校のこともやりつつ仕事もしなきゃいけないから、卒業した後就職しないってもう決めちゃったからさ、休む暇なんてもちろんないわけよ。そしたらなんか体調崩しちゃって、それでも普通に仕事してたらどんどんこじらせていって40度とかなって、熱40度ぐらいになって学校行ってて、めっちゃダメだよね。40度で、え、俺ヤバいかもとか言って同じ部屋で働いてて、いや、アッキーここまではやろうって。止めないですか。で、さすがに呼吸ができなくなっちゃって、あ、もうダメだって思って、さすがにもうちょっと家でやるわっつって、学校も行けないわみたいな言ったら、大勢が、いや、ちょっとハンコ必要だからちょっと駅まで来てって言われて、結局病院行ったら肺炎で入院、うん、で入院してすぐに大勢お見舞いに来てくれたと思ったら仕事の話。俺はその時もう本当に余裕がなさすぎて、それを乗り越えさせてくれたのは北京餃子。まあそれもあるな。それもある。実際ね、でも今もいるんじゃないですか、仙台の若手起業家で北京餃子さんが命綱になってる人たち。仙台の若手起業家ね、住む場所なかったらうちに泊まりな。そうね、っていうね、もうアッキーもうちも部屋余ってっから、そういう人いたら言って連絡していただいて、うん、
マジで死ぬ気で働いてればね。俺らが見て死ぬ気で働いてればね。40度の熱出しながら働くくらいの覚悟があればとするので、ね、食事中に言うあれじゃないけどさ、血尿出てねえから大丈夫だろって言ってたよ。東京で教わった知識があって、はい、血便、血尿、血ヘド、うん、この三拍子一気に出なきゃ大丈夫だからそう言われて、そうなんすね、じゃあまだはいけますわって今はこの景色が見れるおい、感慨深いな。おい、これ夢与えられますかね。見せた方がいいじゃん。アンケートいただけたじゃないですか。いや本当にありがたい話ですよ。最初に持ってきてもらった時にこのアンケート、うん、他にもやっぱ宮城って結構数字自体大きい人たち多いじゃん、 YouTube の中でこううち選んでくれたのがやっぱりこう地元で若手の中でも頑張って YouTube やってくれてるから、ぜひここにお願いしたいもん、頼み方してくれ。いや本当にね、仙台グルメさんとか、うん、宮城のラムちゃんとか、うん、ところにお願いした方がいいですよ。確かにこんな中ね、うちらにお願いしてくれたのは本当に嬉しい。うん、うん、案件稼げるってこと分かったからさ。よくないな。でも今後どうします、案件来たら。全て受けることはないよ。うん、そうだよね、うん。でもやっぱ、東京をちょっとでも盛り上げられる可能性が俺らにあるんだったらやりたいし、うん、俺らが貢献できないんだったら無理だね。そうですよね。うん、お互いにとってメリットがあるような案件だったら受けたいし、ね。今回も俺らが自信なさすぎて、6本出すっていう。本当は1本の予定だったんだけど、1本当てれる気がしないっす。なって、6本出してる。本でも当たったらいいな。当たんなかったらごめんなさい。6本出して当たんなかったんでごめんなさい。誠意だけ見せる。そう、誠意しかないですよ。今後もなんかこんな感じの案件だったらね、やりたいよね。うん、うん、人がいい。うん、うん、北京餃子の方は社長さん、えぐい働き方してると思うってすごいね。さっき言った餃子としてもあるじゃないですか、うん、直接社長さんが持ってきてくれてますね、事務所に。俺らいなかったのに、うん、ありがとうございます、ね、わざわざ。結局さ、人だよね。いやすごい。案件はお金とかはどうなんですか。お金は欲しいよね。お金もらって嫌な人いないじゃん。だからまあお金が全てじゃなくて、お金ない人でも応援したいなって思ったら、うん、僕らができる範囲であればやりたいし、うん、お金があるんだったら払ってくれたら嬉しいし、うん、そうですね。それはもう正直言うと、これを見て東北のユニバに案件を売りたいなと思った方はですね、ぜひ100万円から高いな。日本的に価値っていうのはですね、相手の変化量だと思っておりまして、例えば北京餃子さんが僕らが宣伝することによってどうなったか、うん、どんぐらい売れるのか、この売れた話しかお金いただけないわけですよ、ね、お金って価値の対価なんで、僕らが結果出せるものしかやりたくないですね。できればね、うまい、うまっ。じゃあ悪いけどうめえわ。もう残りを食べましょうか、みんなで。まぶっすね、ごめん、ごめん、すまぶっかった。それくらい美味しいっていうのがやっぱ画面越しに伝わってますもん。だって餃子3パック、シューマイ2パック食いすぎたか。えぐい、うまいっすね、やっぱり。じゃあ北京餃子ウィーク、ウィーク終了しましたけども、そうですね、思い残すことはありますか。やっぱでも店舗行きたい。店舗行こう、うん、近々行こうと思いますので、はい、あったら声かけてください。あったら声かけてください。多分マジで行くんで、うん、はい、そんなとこですね。はい、はい、じゃあまたね。